これだなるひこのワンポイント健康レッスン。こんばんは、これだなるひこです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。暑い季節もねやってまいりましたけども、皆さん汗とかねいっぱいかくと思うんですけれども、汗をかくとですね、まあ、体の水分がどんどん出てしまいますので、水分を取らなきゃいけないということで、まあ一般的には1日2リットルとかっていうふうにね、取った方がいいとか、ちょこちょこ取った方がいいって言いますけど、例えばまあお相撲さんみたいな150キロある人と、女性の40キロの人とではやっぱり全然違うわけですね。で、その代謝をどれだけこう水分をこなせるかという自分の体の中の能力もね、問題があるので、まあ平均的には2リットルがいいと言われてますけれども、よくトイレに行かれる方が多い方とか、もしくは汗かくと、汗で体から出ちゃうんでトイレ行くのが少なくなるんですよね。で、汗って皆さん舐めたことあると思うんですけど、ちょっと塩分も出てくるんですね。そうするとナトリウム、いわゆる体の中のそういうのが水分が減ってしまいますと、血管の中がですね、貧血状態っていうか、そういうのになってしまったりとか、熱中症にもなりやすいので、水分と同時に、まあ、塩も取りましょうというのを今日のワンポイントでお話ししたいと思いました。そしてまた今日はですね、また素晴らしいゲストにおいでいただきました。プロレスラーの藤波辰爾さんにおいでいただきました。こんばんは。こんばんは、藤波です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週もいろいろね、お聞きしまして、はい、皆さんも、リスナーの方もね、楽しんでいただけたと思うんですけど、はい、今週はまあいろいろ格闘技、まあ、プロレスのやってですね、はい、まあ、体を鍛えるということで、はい、まあ、異色同源じゃないですけども、はい、食べ物もね、結構やっぱり筋肉を作ったりとか、はい、タンパク質とかですね、まあ、ミネラル、ビタミンとか、はい、そういうのはやっぱり大事だと思うんですけども、なんか、食べ物でこう気をつけてらっしゃることとかってあるんですか？なんか、まあ、バランスよくっていうのは、うちの家内がまあそういう料理を作ることが、まあ、すごく好きで、いろいろ作ってくれるんですけどね、なんか、まあ、野菜、まあ、お肉、魚、うん、まあ、バランスよくっていうか、まあ、とにかくいろんな色物をね、カラフルに取るように、カラフルに取ると、はい、言われてますね。お聞きしましたと、藤波家の食卓で、はいはいはい、奥様がね、いろいろやってて、はい、まあ、そのお米であったりとか、はい、やっぱり同じお米の栄養分が高いものというものってありますし、はい、まあ、炭水化物はやっぱりそうですね、糖分と水分に分解するから必要なんですけれども、はい、まあ、ある程度落としといて、まあ、その肉にタンパク質とか、はい、あとミネラルとビタミンですね、うん、ミネラルとビタミンっていうのは、はい、それを取ることによって脂質を分解するんですよ、脂肪を分解、うん、例えばよく角砂糖あるじゃないですか、はい、角砂糖に火つけても燃えないんですけども、はい、角砂糖にタバコの灰をつけると火をつけると角砂糖は燃えてくるんです。要するに何かと何かを足すと燃えてくるっていうことですね、はい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 、で人間の体の脂肪に、はい、そのミネラルとかビタミンを取ることによって、はい、脂肪の燃焼代謝を上げることができると。ああ、そういう組み合わせがね。そうなんですね、はい、だからその例えばお肉だけ取るとか、いろいろタンパク質だけ取るだけではなくて、はい、例えばミネラルでしたら、例えばそうですね、まあ、海藻類であったりとかですね、はい、あとはピーナッツとか豆類ですね、穀物類ですね、はい、そういうのとか、まあ、緑の濃い野菜、先ほど色物っておっしゃってましたけど、はいはい、そういうのを取ることによって、はい、ビタミンとミネラルを取るとですね、はい、体の中で代謝の促進ができるんです。ということは、はい、新陳代謝、要するに酸素と栄養素を今日取ってですね、はい、まあ、老廃物を出すという、はい、体ってどん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 変わってますんでね、はい、例えば皮膚の赤ができるのと同じで、はい、髪の毛も伸びたりとか、はい、ということでどん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 変わってるんですよね。だそれを促進させるっていう面では、先ほど言ってたお魚であったりとか、はい、色物のものを食べるのがとってもいいんですよね。そうですね、本当もう僕もレスラーになってね、もう結婚するまでっていうのはもう本当自分たちのレスラー、みんな仲間でこう好きなものをね偏ってね、もう焼肉だって本当に一人12枚ぐらい食ってたですか。かもしれないと、ただ量を食べるだけに専念しましたけどね、体を大きくしようって、そうですね、感じでもかえって体は多少確かに大きくなるんですけどね、免疫性っていうのか、うん、体をみんな引きやすかったですね、あの頃は。そうですよね、はい、やっぱりそういうバランス的に崩れてしまったりすると、はい、免疫力が落ちてくるんですよね。だから、まあ、今いろんな情報がね、はいはい、どんどんこうなりましたけど、昔はね、危なかったんで、やっぱ体を大きくするっていうんで、はい、だからよくお相撲さんがちゃんこ鍋とか食べてますけど、はい、あれはいろんな野菜入れたりとかいろんなのもあるんで、はい、結構理にかなってるんですよね。バランスがいいんですね。そうですね、割とね、はい、だからなんていうの、その味噌入れたりとか飲んだりとかすると、はいはい、まあ、発酵食品的なものが入ってるので、はいはい、まあ、発酵食品というのは胃腸の動きを良くするのでね、うんうん、
そういう意味ではすごくいいって言われてますね。あプロレスラーのその、あの寮なんか行くと、やっぱ確かに相撲からのそういうのを取り入れて、ちゃんこ鍋作りますよね。あ、そうですか。はい、まあ、自宅も、自分も今だから家内が、まあ、そういうちゃんこ鍋なんかも覚えて今やってますけどね。そうなんですか。はい、藤田美家の食卓では、はい、例えばそういうのを皆さんね、そういう栄養いいものをね、はい、やっぱり提供してると思うんですけど、はい、買う場合はどっかホームページとかそういうところ、そうですね、あのうちのホームページから入りますね、藤浪家の食卓でね。あ、そうですか。まあ、あの家内が食べるラー油とかね、食べる味噌とかね、まあ、それもだからじゃことか干しエビとかいろんな高ぐぐをね、ちょっとかなりあの贅沢しましたんでね、ちょっと高いになってますけどね。あ、そうですか。でも栄養のあるものだったらやっぱり美味しいです。はい、変えられませんからね。あと生ソースとかね、はい、酵素で分解したソースとかね。なるほど、酵素で分解した。ああ、いいですね。なんか今アンチエイジングっていうのはいろいろありますよね。はい、還暦を迎えたもんですからね。いやでも還暦で見えないですよね。肌ツヤもいいですね。そうですね。それで今一番一押しがね、あの稲荷飯って言ってね、もう要するに僕はあのお稲荷さんが大好きなんですよね。あ、もうだからもう炊いたご飯に混ぜるだけで、その具をね、混ぜるだけでお稲荷さんになっちゃうっていうね、それが今ちょっと一押しですね。ああ、なるほど。じゃあぜひぜひリスナーの皆さんですね、ホームページで藤浪家の食卓で検索していただけると出てきますので、はいはい、やっぱり栄養の理にかなってるものがありますので、はい、ぜひ皆さんそちら行っていただいて、ありがとうございます。あの購入していただけると藤浪さんみたいに強くなれるかもしれませんね。思いがあればね、やっぱり小さい頃ほどかったらしいですけどね。はい、もう食べることはね、そうか、今、うん、あの僕の場合はあの貪欲ですね。ああ、なるほどね。はい、やっぱりでそれで健康になって、やっぱり、まあ、本当に還暦とか過ぎてもね、はい、健康な方今いっぱい増えてらっしゃいますんで ね、 そうですね。やっぱり本当に衣食同源というか、はい、食べ物っていうのは体を作る上の自己免疫力を高めるっていうのはとても大事なんですよね。はい、食べることに興味を持ったわけですね。あ、そうですよね。はい、まあ、奥様はそういうのでいろいろね研究されてるみたいで、やっぱりね麹とかそういう発酵関係とかいろんなのがね、はい、とてもいいですからね。じゃあぜひぜひ皆さんで藤浪家食堂に行きましょうみたいな感じで、はい、ありがとうございます。かなり喜びます。まあいろいろねちょっとお話いっぱい聞きたいんですけども、ここでですね、あの、はい、視聴者の方に、リスナーの方にですね、あのサインのプレゼントをですね、ちょっとできればお願いしたいなと思うんですけど、よろしいでしょうか。はい、ね、じゃあちょっとこちらね動画で見えると思いますけど、こちらに色紙がありますので、はい、こちらのペンでちょっと書いて、これ太るないですね、これがいいですね。あ、そうですね、それが一番いいですね。はい、あともう一つですね。でその間にですね、はい、ちょっと告知をさせていただきます。是枝裕彦のワンポイント健康レッスン、こういうラジオ日本ですね、この本ですね、こちらがですね、今書店で販売になっています。 Amazon でも購入できます。いろんなところでですね、紀伊国屋、八重洲書店、いろんなところで買えますので、ぜひぜひ皆さん買っていただければなというふうに思いますね。そういう形でですね、こちらサインですね、あ、こういう形でサインいただきましたので、これをですね、またリスナーの方にですねプレゼントをさせていただきたいと思います。プレゼントの宛先をちょっと申し上げますね。プレゼントの宛先、郵便番号 136-0072 東京都江東区大島 9-3-1-104 AIC 整骨院グループ事務局、是枝裕彦のワンポイント健康レッスン、藤浪辰巳サイン色紙プレゼント係ということで送っていただければなというふうに思います。こちらはですね、やっぱり記念になかなかファンの方もいっぱいいらっしゃると思いますので、ぜひぜひ応募していただければと思います。住所、氏名、職業ですね、あと電話番号をその辺を書いていただきまして、おはがきで応募していただければなというふうに思います、ね、ということでですね、まあ今日本当いろいろお話いっぱい伺いたいんですけど、時間も迫ってきてしまいまして、またいろいろね、もっと他のいろいろプロレスの話も聞きたいので、はい、来週いいですね。はい、先ほどあの冒頭で話したあの汗の話、はい、あれも興味あります。僕もね、ものすごい汗かきなんですよね。あ、なるほど。汗かくとやっぱりね、はい、舐めるとしょっぱいじゃないですか。はい、そうするとそういう塩分が出てきますので、はい、今あの飲み物でも塩分が入ってるナトリウムか入ってるのも結構、だよくあのイオンサプライのドライ飲料とか、ね、はいはい、ああいうのってやっぱそういうのも入ってるような形。はい、あとミネラルとマグネシウムですけど、ね。またそういうスポーツ飲料を取った方がいいですね。取った方がいいですね。はい、あれを取ると、まあ、汗かいた時とかね、普通の時はちょっと結構糖分入ってるんで、はいはいはい、体にはあんまり通常の水よりはそっちの方がいいですね。水よりはそっちの方がいいですね。汗かいた時はいいですね、そういう時はね。 あと塩ちょっと舐めるとね、はい、それだけでも随分違いますので、 あと来週はそのそうですね、あの先ほどの汗に付随して血圧が塩分取っちゃいけないのどうしてかっていうところの話もしたいと思います。あ、興味ありますね。ぜひぜひまた来週、はい、よろしくお願いします。今日のゲストはプロレスラーの藤浪辰巳さんにおいでいただきました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お相手は是枝裕彦でした。